皆様、こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、臭い不動産エージェント鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。今回は日本で人財産作った人が所得税や相続税の負担を逃れるために外国に移住するって、旗から見てどう思いますかという物議を醸しそうな話題について私の考えを語ってみますね。 日本では大金持ちや小金持ちぐらいのレベルになったら大抵誰でも節税について考えるものですその背景にある日本の税制の問題点について解説していきますね今日本に住んでて税負担が重いか軽いかと聞かれたらほとんどの人が重いと答えることでしょうこれは当然税金取られる側は負担感を感じるものですよね ただ、国際比較の上で、日本の税負担率がものすごく高いわけではないです。OECD の国々の中では真ん中ぐらいです。ただ、日本の場合、所得税が累進課税になっていまして、サラリーマンなら学面の年収が1200万円を超える頃から、にわかに重税化を感じる仕組みになっています。それが、課税所得900万円の壁、 と呼ばれるものです。900万円より下は税率23%だったのが、それを超えると一気に33%になります。これに地方税10%が上乗せされるので43、43%。つまり、1万円稼ぐごとに4300円取られるレンジに突入するのですね。課税所得900万円という、大体額面年収で言うと1200万円ぐらい、 それ以上をもらっている人は、さすがに節税を考えるわけです。お医者さんになると、年収1200万円以上もらっている人がとても多いと思うので、目先の節税に役立つ。例えば、航空機リースとか、足場とか、LED ライトとか、外国の木造中古不動産みたいな、お医者さん向け節税商売が流行るわけなんですね。 そして日本には死んだ時に取られる相続税というものがありまして、これが結構資産家層には問題視されているんです。例えば上場株式、現金、不動産、生命保険などが相続財産となるわけですが、これらを10億円以上持っているような資産家がお年を召されたりしたら、 何年もかけてしっかり相続対策をしないといざという時に結構大変なことになりますなぜなら日本の相続税は高いイギリスと並んで世界的に見て高額な部類に入るんですね相続税を軽くする方法はいろいろありますが 日本の不動産を使う方法がポピュラーです。例えば、小規模宅地の特例を使ったり、都心のタワーマンションの高層階を買ったり、その際に思い切って借金して相続財産を減らす方法などがありますが、もっと抜本的な方法があります。それは、 相続税のない国に移住するということです。今のルールでは、日本国籍者であっても、相続人と非相続人の双方が海外に10年以上住んでいれば、日本の非居住者扱いになるので、相続税負担はかかりません。そして、世界には相続税のない国がたくさんあります。 例えば、私が以前住んでいたオーストラリアは相続税がありませんし、シンガポールやマレーシア、カナダなどもありません。アメリカは相続税はありますけれども、6億円ぐらいまではほぼ免税になります。ですので、 例えばの話、現在60歳ぐらいでまだ元気な資産家が30歳ぐらいの子供全員引き連れてシンガポールやマレーシアあたりに家族移住する。それで誰一人日本に戻らず10年以上経てば相続税はチャラになり無税で子供たちに引き継げるというわけです。ただ、 税金を除かれたいという、ただこの一点だけで日本を捨てて海外へ移住する人がどれだけいるのかというと、そうは多くないと思います。ただし過去においては、 それが流行った時期がありました。それが2011年から12年にかけての頃でした。当時は相続税を逃れるための外国居住期間が10年ではなく5年だったんですね。親子揃って海外で10年住むのはさすがにきついけど、5年ぐらいならなんとかなる。 それで相続税払わなくて良いならラッキーと考える資産家や経営者が当時は多かったですし、そして彼らの国外脱出の水先案内になる商売も密かに流行っていました。キャピタルフライト、つまり資産逃避という言葉が東洋経済とかビッグトゥモローみたいな経済雑誌を賑わせました。 そして何よりこの私が当時いろんな人から国外脱出の相談を受けていました。私は2011年から日本初の海外不動産投資コミュニティ、アジア太平洋大家の会を立ち上げて、ウェブで情報発信したり、海外不動産投資セミナーをたくさん企画してきました。そして私自身が海外移住を経験していることもあって、私の想像以上にいろんな相談が来ました。 今思えば当時は相談者のモラルも害して低かったですね。税金払いたくないからマレーシアに移住したい鈴木さん相談に乗ってほしいというのは序の口で時には5000万円を無申告でオーストラリアに持ち込みたい15万円出すから手伝ってほしいみたいな現金運び屋を頼まれたことも一度や二度ではありませんでした当然断りましたけどね。 下手っこいて税関で捕まって国外退去処分を食らったら偉いことです。さすがにそんなリスクは負えません。そして、租税回避のために海外移住したい方の相談も不動産購入以外の部分はほぼ断っていました。なぜなら私は税金ごときで日本を捨てるみたいなことを言う人間を応援したくないんです。 私は若い頃から海外に出て、現地の人と競争して IT エンジニアの職を勝ち取り、頑張って給料を稼ぎ、不動産で資産形成もして、しっかりした生活基盤を築き上げたにもかかわらず、それでも日本に戻って会社を起こした人間です。 自分は日本の飯を食って大きくなったし、日本でちゃんとした教育を受けて、外国語も覚えて海外に出て活躍できるようになったのも、ひとえに両親や周りの大人たちの支えがあったからです。いろいろ問題はあっても、やはり自分を育んでくれた日本が好きだし、母国に恩返ししたいし、海外で身につけたスキルやネットワークを活かして、日本で商売して稼いで経済をもっと元気にしたい。 そんな気持ちが強い人間なんですね確かに居住国を選ぶのは個人の自由です日本のパスポートで出国して住民票を抜いて移住先国のビザを取って生活することに何らの法律的問題もありませんその動機が日本の税金を逃れることであってももちろん構わない 例えばスウェーデン人の金持ちが重税を嫌ってモナコに移住したりアメリカ人の金持ちが全世界課税を嫌ってニュージーランドに移住したりというのは普通にあることです。 ただ、日本を出ていく選択をした人が、母国をディスったり、あるいは母国に残る私みたいな人間をちょっと下に見たり、そんな言動をしたら、道義的な問題という別の価値基準がムラムラと立ち上がってくるのです。多分、私は心の中でこのようにつぶらいています。ちょっと儲かったからといって、税金逃れで資産フライトかよ。第一、あんたがお金作れたのは、日本にビジネスできる基盤があったからだろうが。 別に資産フライトしてもいいけどさでもそれって人様に堂々と入れるような立派なことなのかよそんな両県で出国してシンガポールでもマレーシアでも行って海外の洗礼浴びてきてみな多少の金があっても日本人なのに日本を誇れないやつは外国人に尊敬されねえからでもってご実談があります私の見分した限りで言うと2012年頃 主に節税のために、そしてブームに乗って資産フライト出国した日本人のかなりの部分が、 相続税を逃れられる5年間を待たずに日本に続々と帰国してきたんです。2014年、15年、16年と断続的な帰国ラッシュがありました。同じアジア圏で日本人が比較的住みやすい国に行ってたにもかかわらず、現地の生活に適応できず、金だけ使って半ば逃げるようにして帰ってきたのです。幸い日本のパスポートがあれば日本国はいつでもウェルカムです。 ああいうのを見ると、日本のパスポートって、海外に行くためだけじゃなくか、行くためじゃなくて、日本に帰るために存在しているんだなと思います。確かに私から見ても、日本の税制、税金の使い方がベストとは思いません。ただ、外国に行ったからといって、問題が解消するわけじゃない。現地生活者の視点で見れば、日本とは別の意味で行けてない面はものすごく多いんです。 4カ国11都市で暮らした私が総合的に見て、今の日本はかなり良い国だと思います。日本で暮らす限り、良い治安、良いインフラ、良い公共サービス、良い医療、良い食べ物、良い自然環境のもとで暮らせるわけだし、それに何より礼儀正しくて誠実に働く人々が多いのは、日本の素晴らしい財産です。そんな人々のつながりの中で私は生かされている。商売ができる。 お金が作れるわけなのであって、その適正な対価として日本の税金はきちんと払っております。今回の動画はいかがでしたか面白かった、勉強になった、共感できた方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。